はい、東洋鍼灸整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、二日酔いの対処法についてお話したいと思います。二日酔いの対処法なんですが、ちょっとね、飲みすぎちゃったということなんですが、その対処法は、いくつかあると思うんですが、無理やりにでもちょっと指でも突っ込んでね、ちょっと吐いてもらうっていうのもね、一つの方法だと思いますし、それでもまだ気持ち悪いということでね、対処法なんですが、まず第一点ですね、五苓散ね、五苓散というですね、漢方が薬店でも売ってますので、これを飲んでいただくと、二日酔いの対処法になりますね。この五苓散を、お酒を飲む前に飲んでいただいても結構ですし、飲みすぎた次の日にしんどいなという時にですね、飲んでもらうと、ものすごく効果的ですね。五苓散という漢方は、体の水を、整えるのがものすごく得意なんですね。お酒をね、ガバ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 飲んだわけですよね。水ならそんなに飲めないのに、お酒だとガバ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 飲めるわけですよ。そうすると体の中がもう水浸しなんですよね。その水浸しになった状態で、東洋医学的には水毒、ね、水の毒ができてしまって、それが悪さをすることによって、気持ち悪かったり、体がむくんだり、あとはだるかったりですね、頭痛を引き起こすわけなんですよね。そういった水毒を整えてくれるのがこの五苓散で、あります。これはですね、よくお酒を飲む方は持っておくとね、すごくいいアイテムになると思いますね。同時に、ウコンとかね、ヘパリーゼとかもね、それも飲みながら、五苓散でもいいですし、私個人的にはものすごく、五苓散って効くので、そういったものはなくてもいいかなと思ってますね。あとはですね、水と塩ね、お酒をガバガバ飲んだ後っていうのはですね、もちろんおしっこも大量に出るわけですね。大量に出る過程でですね、体の中の塩分、ナトリウムがものすごく排泄されるわけなんですよね。そうすると体の中のね、バランスが崩れてますので、朝起きた時には水と塩ね、塩ですね、しっかり補充していただくということですね。あとはですね、筋肉をね、動かすということなんですよね。なかなかしんどくてね、動けないと思うんですが、ずっと寝たい気持ちは分かるんですけど、ちょっと落ち着いてきたら少しこう動くんですよね。動いてみるとですね、体の血液循環も良くなってきますし、活性化されてきますし、活性化される中で解毒、されるわけですね。あとはですね、東洋医学では筋肉と肝臓っていうのは直結してますので、筋肉が動くことによって肝臓の働きも増すわけなんですよね。だから二日酔いでしんどいですが、少し動かれると二日酔いを早く治すことができますね。以上3つなんですが、これを参考にですね、楽しいお酒ライフを送っていただけたらと思います。以上です。